民主党政権時代の負けの遺産と言われる尖閣問題ですが、東京都が購入していれば今の現状ではなかったと考えられます。イフはないのですが、中国海警局の動きが変化しているとの情報を今回は詳しく見ていきますね。巡視船での警部強化を。いや、中国人が一人上陸し、自衛隊が奪還作戦を仕掛け、そこから常駐がベストかな。レッドライン超えてんだよ。日本の領土たる尖閣諸島に対し、自国の領有を主張してやまない中国は、その周辺海域に、軍事警察組織である中国海警局の艦艇を進出させる状態を続けており、2022年は、2012年の日本の国有化以降で、最も、その傾向を強めた。2022年に、尖閣諸島の接続水域内に侵入した、中国海警局の艦艇の延べ日数は、実に、年間で 90% を超える336日を数え、接続水域内に侵入した後、そこに止まる時間数も、増加の一途をたどっている状態である。そうした状況下で、尖閣諸島を行政上で管轄している沖縄県の石垣市は、昨年2022年1月に続いて、二度目の道東周辺海域での環境の調査を、2023年1月29日から30日の両日にわたって実施し、実態の把握に努めている。今回のこの環境調査では、尖閣諸島に対しては、初となる無人航空機を使用した上空からの撮影を実施。これには、調査船に乗り込んだ東海大学の海洋調査隊が従事し、石垣市の中山市長やマスコミ記者らも同行したという。調査船は、新与丸というおよそ1000トン弱の大きさの作業船であり、今回の東海大学の調査隊は、石垣市からの調査の委託を受けて組織されたもので、無人航空機以外にも、海中の水温、塩分濃度、魚の分布等についても調査を行った。無人航空機を使用した調査は、尖閣諸島内で最大の面積を持つ魚釣島に対して今回は実施され、上空150メートルほどの高度から延べ4回30分以上の画像の撮影を行い、道東の現状について貴重なデータを図集した。魚釣島では繁殖し野生化したヤギが草木の大半を食い荒らす事態が進行しており、これにより地面が露出して海の浸食が進んでおり、環境の悪化が指摘されているが、これへの対策につなげる狙いも含まれているようだ。こうした今回の尖閣諸島への調査船派遣の動きに際して、中国海峡局側も31日には4隻の艦艇を繰り出して日本の領海への侵犯を行ったが、日本側は海上保安庁の巡視船が10隻投入され、その妨害行為を阻止した。石垣市の中山市長は、今回の調査が終了した後に、尖閣諸島は、石垣市が管轄する行政区であることを改めて宣言し、無人航空機による空撮等で入手した情報をもとに、今後にそれらを活かしていく方向だとコメントを述べている。日本の石垣市という、尖閣諸島を管轄する公的な主体が実施を行った学術的な調査であることから、その実施が妨げられないように、海上保安庁の巡視船が10隻もの数で保護を行ったわけだが、無事に終了できたことをまず喜ぶべきだろう。ただし、自国の固有の領土、領海にもかかわらず、中国側が自国の中国海峡局の艦艇を用いた、妨害行動を行わなければ、その保護に、莫大な海上保安庁のリソースを割く必要もないわけで、今の時点でも、日本は実害を被っている。そして、今回の同じ状況を、中国側では、中国の領海である、尖閣諸島、
中国名、魚釣島の海域に侵入した日本の5隻の船舶に対し、中国海警局の艦艇が対応を行い、それらを追い払ったと国営のテレビで報じている。そうした中国側の報道の中では、中国海海警局の担当者によって、日本の船舶が違法に中国側の領海に侵入したことにされており、今後もそのような行動を日本側が起こさないように要求すると堂々と述べているのである。日本側も外交ルートを通して、今回の尖閣諸島周辺海域の調査における中国海警局の艦艇による妨害について抗議を行ってはいるが、中国側とは全くと言ってよいほどに話が噛み合っておらず、正直あまり意味をなしていない。ただし、今の中国、つまり共産党政権による中華人民共和国が尖閣諸島を自国の固有の領土であるとの主張をし始めたのは、同様の主張を台湾が1971年以後に開始したことに追随したもので、決して建国時からではない。その台湾も1970年以前には自国製の地図や公文書においても、尖閣諸島が日本の領土であることは認めており、太平洋戦争における日本の敗戦後、沖縄をアメリカが統治下に置いていた時期にも、一切の主張は行っていなかった。そうした主張が変化することとなったきっかけは、1968年に国際連合の調査機関が海底の調査を行ったことに起因しており、当該地域の大陸棚の周辺に大規模な海底油田が存在する可能性が示唆されたことに端を発している。その後、1969年から1970年にかけて国際連合は当該地域の海洋調査を再度行い、中東のイラクにも多蓋するほどの海底油田が存在する可能性が浮上。ここにおいて台湾は尖閣諸島が自国のものであるとの立場を主張し始めた。今日ではそこまで大規模な海底油田が尖閣諸島の周辺の海底に存在する可能性については否定されつつあるというのが実情ではあるが、それによって台湾がまず尖閣諸島の領有権を主張し始め、それに中国も習った形と言えよう。1970年9月には台湾の水産試験所に所属する職員が尖閣諸島の魚釣島に上陸を行い、自国の支配政党である国民党の旗を一方的に掲げる行動に出たが、当時のアメリカの施政下にあった琉球政府がそれは撤去した。こうした経緯を経て、翌1971年2月にはアメリカに在住する台湾籍の留学生らによる尖閣諸島は台湾の領土であると主張するデモが勃発。これを受けて同年6月に台湾、同12月に中国が尖閣諸島に対する領有権を国として主張し始めた。最近は台湾が実力を行使して尖閣諸島の領有権を日本に対して行うことはなくなってはいるが、自国領だとする主張そのものは台湾として放棄したとは言えず、逆に海洋進出を強める中国が強硬路線に打って出てきている。そもそも日本が尖閣諸島を沖縄県に編入したのは1895年にまで遡るが、当時の中国を統治していた清王朝はそれについて、なんだ、日本への申し入れ等は言っておらず、国際法に照らした法的な対処を行った形跡もない。前述した通り、台湾は中国とは異なり、近年は尖閣諸島に対して実力による領有権の主張は言ってはいない状況ではあるが、2020年6月石垣市が行政上の名称変更を検討していると報じられた際には、自国の領土であると蔡英文総統が述べている。
ただし、台湾の中国からの独立を唱える政党である台湾団結連盟や、1988年から2000年まで、台湾の総統を務めた故李登輝氏らは、尖閣諸島は沖縄に所属しており、つまりは、揺るぎのない日本の領土だと明言している。これは、尖閣諸島は台湾が領有するもので、その台湾は中国が領有するものであり、したがって尖閣諸島も当然中国のものだとする共産中国の主張を無効とするために用いられてきた論法であり、日本はこれらの説を利用すべきだろう。今、まさにロシア・ウクライナ戦争の趨勢を観察している中国は、自国が核心的利益だと称する台湾に対して、相変わらず、武力行使を含む支配の実施を放棄しておらず、機を見て、その行動を起こす可能性が高い。日本は、そうした状況を政治的には利用し、台湾の現状維持に協力する見返りとして、尖閣諸島の帰属に関する現地を台湾から得るなど、少し狡猾な外交のやり方も、視野に入れておくことも検討すべきではないだろうか。そもそも、ロシア・ウクライナ戦争でも、ロシアが狙っているように、支配した地域に対して、その住民らの民意の総意を装って、自国領に取り込むことが懸念され、沖縄本島の政治的な状況を見れば、まさに中国領とされる危険性が増してきている。国家が運営する、いびつな資本主義とでも言うべき共産中国の在り方を目の当たりにして、それがアメリカよりもマシだと考える、日本人は少数派だと思えるが、尖閣諸島には、日本の主権国家としての明日がかかっている。